あ、久しぶりだな。俺は木村拓馬だ。あ、みんな疑問を持ってることないか。まあ例えばチーム俺に合わないやつ多いなとか、まあ、なんかチーム入ってもすぐ抜けちゃうとか、なんかそういうあるだろう。まあうまく人間関係に馴染めないみたいな。今回は俺様がな、どのようにしてチームを見つけていくのか、もしくはな、グレーン1以外でどのようにチームを見つけたらいいのか、自分に合ったチームの探し方、入らない方がいいチームの探し方みたいな、まあ、そういったものを今回は解説していこうと思う。じゃあやっていこう。あ、じゃあまず一つ目やってんぞ。まず一つ目な。まあよくグレーン1で見る、まあチームなんだが、基本自由ですみたいな書いてるとこあるだろう。まあ、基本自由。何もしなくていい。まあ、そういう奴ら。もう、基本的にチームに入ったら、もう、あとは全部自由やで、みたいな。まあ、そうやった募集あると思う。あ、それ一見考えると、ああ、よかった、自由でいいんだ。チームクエストもやんなくていい、みたいな。まあ、思う方いるかもしれない。でも、それは大きな間違いということに気づいてくれ。まあ、つまりは、これ、自由っていうのはどういうことかっていうと、まあ、抜けるもおかしくも何でも自由っていう言葉だ。結局、その人のコミュニケーション能力がないと、まあ、その人は単にもう浮いた状態になるということだな。そんでもってそんな自由でいいという、それでなぜ叫ぶのか。それはだな。まあ、チームがかそってきてしまい、誰でもいいから、チームのその団員を募集しているという、その補充している状態にあるからだ。まあ、つまりは、まあ、正直誰でもいいというわけだな。数だけ集めたい。そんな数だけの人員に君はなりたいのかい？答えはノーだろう？僕だったら絶対嫌だね。はい、というわけで、自由でいいぜ的なことを言っているチーム、警戒した方がいい。全部が全部ダメとは言わん。だから、俺は基本的にそういうチームは進めない。はい、続いて二つ目だな。挨拶だけしてくれればいいみたいな、まあ、そういったチームもあるだろう。挨拶だけルールですみたいな。ルールは基本的にはインとアウトの挨拶だけみたいな。一見これさっきの自由と違い、ルールが設けられてるような感じがするが、挨拶は基本だ。そんなことをルールにしてるようなやつはな、基本自由と変わらねえんだよ。だから、そういうチームも俺は進めない。まあ基本的にさっきと同じだな。まあ普通に。数だけの人員を集めている。つまり、チームがかそってしまったから、しょうがなくグレンで叫びまくり、数だけ募集してる。さっきも言ったが、そんな数に君はなりたいのかい？答えはノーだ。俺だったらなりたくない。別のチームを探そう。俺と一緒に。はい、続いてだな。もういっそのことも、もう開き直って、いてくれるだけでいいぜみたいなことを言ってる募集もある。まあ、それはもう、言わずともわかるな。入らない方がいい。さっきも言ったように、実はこの基本自由とか、挨拶だけでいいとか、そういうチームの裏の理由というのはだな。まあ、つまりは、人員だけ募集している。数だけの存在。そういう理由なんだ。まあ、いてくれるだけでいいという募集っていうのはもう、いっそ開き直って言ってる状態のことだ。まあ、正直なことはいいことだが、まあ、そんなところにわざわざ入る必要はない。俺だったら絶対嫌だね。ということで、お前ら、入るんじゃねえぞ。はい、んで、次の理由やってくぞ。メンバー多すぎるか、極端に少なすぎるかっていうことだ。例えばメンバーが、そのチーム、170人いるぜとか、あとメンバーが極端に少なく、4人しかいねえぜみたいな。あ、そういうとこ気をつけた方がいいな。基本的にチームを探す場合は、中人数。まあ、つまりは、だいたい40から、まあ、80人ぐらいのチームを探すといい。まあ、40といったら20人でも OK だ。ただそこで気をつけてほしいのは、サブキャラクターの加入状況だ。まあ、つまりは、20人、まあ、30人でもいいが、いるとしても、その大半が、そのメインキャラクターのサブキャラクター、つまりは、1人で2人入れてる状態だな。まあ、人によっては1人で4人入れてる状態もある。まあ、そういった感じでメンバーだけ水増しされている状況、それにはぜひとも気をつけた方がいい。極端にアクティブの人数が少なく見えるし、あと単純に組める人が思いのほか少ない。まあ、あとあれだ、アクティブの引状態だな。引退してる人とかたくさんいるんで、まあ、例えばチーム人数が80人、でも実際引してるのはたったの5人みたいな、そういうことがある。じゃあ今度あれだ、人数が多すぎるのと少ないのでは、じゃあどういったデメリットがあるのか、
そんな何でもいいと思ってる方も多いかもしれない。でもな、多すぎると埋もれるんだよ。お前なんかもう眼中にないみたいな、まあ、その人のコミュニケーションの能力がめちゃくちゃ高かったり、その人がすごい有名なプレイヤーだったりしない限りは、基本的には最初にいた人たちに全員埋め尽くされ、で嫌になってそのチームを抜けてしまうということが数多くある。逆に少なすぎると、じゃあどうなるかというと、まあ少なすぎると今度は、まあ少ないと少ないで、この組める人が少ないというわけだな。でもって、少ないということは、かなりのコミュニケーション能力を持っていないと、輪に入れないということだ。まあ少人数のチームっていうのはもう輪が出来上がってるわけだから、その輪に入っていくような感じでスタイルを決めていかないと、まあ君は浮いた状態になってしまうということだな。まあそういう点を考えて自分のコミュニケーション能力と相談して入るといいだろう。まあ基本的に俺様木村拓馬は、まあ中人数のところ、まあ30から80人程度のところをおすすめする。できればあまりサブキャラクターがいなく、アクティブユーザーが多いところがいいだろう。ここまで聞いてきて、いやじゃあお前はあれか、人数でチームを決めるのか、と思った方も多いだろう。でもな、俺は違え。確かに人数も大事だ。とんでもって募集分も大事。しかし、もっと大事なことがある。それはだな、自分に合ったチームを探そうということだ。まあ皆さんだんだん思ってきただろう。僕の顔をずっと見ていると、ゲシュタルト崩壊して、なんだこいつの顔はと思ってきたかもしれない。まあそれはもうどうでもいいとして、自分に合ったチームを探そうということが非常に大事である。まあつまりは、自分が常闇に行きたい。自分が政治護者に行きたい。もっとハウジングを極めたい。そういう人、たくさんいると思う。目的がない人も多いと思う。目的がない人は先ほど言った条件を満たしたチームを入るといいだろう。しかし、目的があった人、っていうのはだな。まあそういう、聖守護者に行きたかったら、聖守護者チームとか、常闇に行きたい人は常闇限定チームとか、そういうのたくさんある。そういうとこに入れ。探し方？そんなもんはフレンドに聞け。正直、ここグレーン1でそんな募集があるとは思えない。基本的には、ツイッターとか、フレンドのつてとか、まあそういうのが多いな。まあそういうのを知るためには、まあ人付き合いをしっかりしていけということだ。フレンドがいない人、しっかりとフレンドを作っていこう。フレンドを作っていくことで人脈が広がる。人脈が広がるということはいいチームが見つかるということだな。みんな、しっかりといいチーム探してみてくれ。俺と一緒に頑張ろう、みんな。ということで、いかがだろうか。俺の教える素晴らしきチームの探し方。まあ、だいぶためになった人もいると思う。なんかこれ立ち止まると、なんか、自分までも木村拓馬の顔について少しゲシュタルト崩壊をすることがある。まあそれは本当にどうでもいいとして。まあ、とにもかくにもいいチームを見つけてくれ。残念ながら放送でジュレット1に俺様が行くことはなくなってしまったが、このような感じでチームの探し方だったり、まあ、人間の生きる術を教えることはできる。ということでみんな、キムタクファンのみんな、これからも応援よろしくな。みんなが応援してくれるとキムタク界が増えると思ってくれ。ということで、今回はキムタクの教えるチームのいい探し方でした。チャンネル登録しとけよ。あと高評価もしっかり押せよ。だと俺のファンになれ。な。キムタク好きやろみんな。みんなキムタク言ってるやろ。俺だよ。俺がキムタクだよ。じゃあな。